第三次世界大戦終結後、大手軍需企業鉄血鋼造の戦術人形が突如人類に反旗を翻した。民間軍事会社グリフィンはエリート戦術人形部隊 AR 小隊を使い、原因を調査阻止しようとしていた。グリフィンの人形小隊、この子たち捨てられたことも知らないで、私たちは戦術人形として任務を遂行すればいいだけよ。終わったら一緒に帰るぞ。ここは硝煙と感情を渦巻く少女たちの前線。攻撃開始。突如投影が詰まっ、水体到達時刻15秒後。終わりグリフィンの雑魚。円の一六枚さん、右側の鉄血を形成してください。腰が痛い。すごい。ぼーっとしてる暇はないぞ。これはあいつらが残してくれたチャンスだ。くらえ、鉄血の化け物め。ジ・エンド、必ず見つける。信頼できる指揮官を。早く行こう、鉄血たちが私たちを待ってるよ。わきまえなさい、遊びに来てるんじゃないのよ。行こうぜ隊長。 AR 召喚、行動開始。アニメ、ドールズフロントライン、2022年、全世界同時、放送、配信スタート。